11月11日土曜日、小田原市立白山中学校では足柄小学校、足子小学校、久野小学校、白山中学校の PTA 合同の主催イベント、白山学区交流祭が行われました。毎年行列を作るふれあいバザーなど多くの地域住民が来場するこの交流祭ですが、今年はもう一つ目玉企画があり、例年以上の盛り上がりを見せました。それがこちら、プラネタリウムの復活上映会です。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力、117回目となる今回は、このプラネタリウムを今後も貴重な学校のシンボルとして残し、子どもたちの教育に役立ててほしいと、プラネタリウムの復活を計画実現にこぎつけた白山学区 PTA 連絡協議会、そして撤去の危機を乗り越え地域の熱意で復活した白山中学校のプラネタリウムをご紹介します。白山中学校本館の屋上に設置されているプラネタリウムは、昭和42年、1967年の本館の新築の創立20周年を機に投影機の寄贈を受けて建設。くしくも建設からちょうど50年を経過した今年、本館屋上の雨漏り補修の工事に伴い、急遽ドームの維持か解体かという話題が持ち上がりました。春先に市の教育委員会の方から屋上の雨漏りの補修を、するというようなことが話ありまして、そこからプラネタリウムの撤去を考えているというようなお話もいただいたんですが、学校のシンボルであるプラネタリウムを撤去するということは大変心痛むことなんで、地域の方々の、寄付によって、善意によって作られたプラネタリウムをぜひそのまま残していきたいって思いを持ってですね、今回 PTA の会長さんにもお話をして、実際にリニューアルするっていうことになりました。西村校長から相談を受けた白山中学校の大木 PTA 会長は、地元住民に話を聞き、解体しないことで意見をまとめ学校に報告、存続を願う学校や地域の連携で補修を進めることになりました。このプラネタリウム自体がいろいろ調べると、こう地域の方の思いがこもったプラネタリウムだということが分かりまして、それを機会にですね、ちょっと残していこうというまずは決断をしたというところですね。で、教育委員会さんの方に残していきたいというお話をしまして、教育委員会さんの方で外側の防水はしていただきました。ただですね、中はもうプラネタリウムのドームもですね、ひびが入って欠けるところもありましたし、雨漏りによって壁も床も腐ってですね、もう全部剥がれているような、そういう状況でしたね。で、まずは事業者にですね、ちょっと見積もりを取ったんですけども、ちょっとびっくりするぐらいの金額で、ただせっかく残すからには復活させたいっていう、そういう思いがありまして、白山中学校で協議会を持ってですね、そこでこう復活させたいっていう思いを伝えたところですね、地域の方にそういうのをやってくれる方がいるんじゃないかとかですね、寄付募ったらいいんじゃないかとかですね、そういうアイデアが飛び交ったっていうところはですね、内装工事の資金は PTA 会費だけでは賄えず、地域に寄付を呼びかけると個人や団体、企業などから予想以上の寄付が集まりました。またドームの内装の足場設置などの作業は母校のためにと、建設関係の仕事に就いていた住民が買って出るなど、多くの有志を得て復活への作業が進みます。私もこの学校の卒業生だし、PTA の会長もさせていただいた、また孫もお世話になるということでね、自分が働くことで、何かその人に喜んでいただいたり、地域の宝物といっていいようなプラネタリウムですから、それの復興のためにね、役に立てたら、私も嬉しいなという、そういう発想ですね。総合的には私が裁量したんだけれども、ドームのパテの修復に関しては内装屋さん、クロス屋さんですよね、パテの専門屋が友人にいますから、その人にお願いして、で床壁
その他大工仕事に関しては友人の大工さんにお願いしまして、あとはまあ足場は結構 2.6 メートルくらい床からの高さはねのところに舞台のようなデッキ作ったわけで、そのとね結構な資材がいるんですよね。まあ資材は手持ちがまああるからいいんだけれども、上げたり下ろしたりがこれが大変なので、これは皆さんの協力を得られればぜひボランティア的なやり方の中でやっていただけると地域も盛り上がるしいいんじゃないのということで、そのようにしていただきましたね。プラネタリウムの復活を待ちわびた地域の思いを実感したという白山中学校では、教頭をはじめ教師や PTA の皆さんがペンキやニスを塗るなどドーム内の塗装に参加。また屋上に続く階段の壁には白山中学校の美術部の皆さんが絵を描くなど、およそ1ヶ月ほどで内装を一新。11月11日土曜日、いよいよプラネタリウムの復活当日を迎えました。太陽が出てくる東で、南通って太陽が沈んでいく西、ことざの一等星レガンというですね。いやもうありがたい、本当に感動ですね。4月にこう復活させようと思った時はもう不安だらけでした。もうとにかくもう僕と校長先生しかいませんでしたので、だんだんこう人のつながりができてってですね、寄付もいただいて、まあ今日形になったっていうところですね。まあ皆さんこの地域にプラネタリウムがあるっていうのをちょっとずつやっぱり気にしていただいてたんだなっていうのがよく分かりました。この日の復活上映は当初およそ20分の上映を6回行う予定でしたが、好評のため7回に増やし、地域の子どもたちを中心に326人がよみがえった無数の星、小さな天空ショーを楽しみました。暗かったけど上が明るかったから星がはっきり見えた。星がいっぱいあって楽しかったです。知らないこととかたくさんあって、そういうのがとても楽しかったです。小学校でお手紙いただいて、それで申し込んできました。あんまりこういう見る機会ないのでよかったです。なかなか普段ね空が明るいので こんだけ星の数があるっていうのはなかなか思わないんですけど、やっぱりこうやってプラネタリウムで見ると星空らしい感じがしますね。地域の方々の善意によって、プラネタリウムが完成したこと、また子どもたち楽しそうに感想をね述べてくれたことが大変良かったと思います。今回の上映はつくばエキスポセンターから投影機を借り、センターのスタッフが星座を解説する形で行われましたが、白山中学校では今後新しい投影機を購入、理科の教員がプラネタリウムの投影機を操作できるようにして、中学校の生徒また小学生を招いて授業で活用していきたいということです。中学校の学習で3年生で天体を学ぶ機会があります。そこで3年生には授業の中で見てもらうというふうにしています。また小学校の3年生とか4年生また6年生あたりにも宇宙天文に関わる学習があります。小学校の方から中学校に来ていただいて、そこでプラネタリウムを実際に見てもらう勉強をしてもらおうと思っています。撤去の危機を乗り越え、地域の方の思い、 PTA や住民、教師、生徒などのつながりにより完全復活への道を進む白山中学校のプラネタリウム、今後も地域の宝として大切に次の世代につなげていきたいということです。